はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと山登りに来てます。何しとんねんって感じなんですが、ちょっとレッスンの合間に高台の、自然巡りをしております。今日はね、ちょっとわりかしレッスンホースが少ないというか、そうそう、あのレッスン場が休みのところがあって、そうそう、今日はね割とゆったりなんで、ちょっと YouTube も撮れるかななんて思ってるんですがね、秋で結構涼しくていい感じです。もうあの鳥のさえずりが、聞こえててとてもいい感じなんですが、そう、土曜日がね、なんか雨が降りそうみたいな感じで、私の生徒たちが日曜日にねハロウィンイベントをやるので、土曜日にあの運動会の子たちが多くて、土曜日に雨が降っちゃうと日曜日に運動会が延期になるそうなんですよね。そうなのでね、まあ延期になっても、まあハロウィンイベントはみんな来れるっていうんだけど、ただちょっと開演時間を遅らせないとっていうね、リハ時間の入りもちょっと遅くしてっていう感じで調整しないとちょっと難しいかなと思ってるので、そのようにしようかなと思っておりますね。めっちゃ楽しみやし、あのゲストのビリー・ジーンさん、足立健吾さんともに、すごい気合い入ってるので、楽しいハロウィンイベントを、見せれるんじゃないかなと思ってます。このトンネルを抜けております。今日はね、朝からスペイン語のレッスンと英語のレッスンを受けて、そうでね、夜はね、今日、私お世話になっている、ドライブハウスの、ママさんがですね、実は、9月の9日にお亡くなりになって、私それ知らなかったんですけど、ちょっともう誰にも報告してないということで、あのちょっとフェイスブックで近親者の方が、書いておられたので、それを見て、今日の今夜がお別れ会なんですよね、宇治でね。そう、あの宇治の和親さんっていうね、ライブハウスなんですけど、私もなんかその、ツーマンライブやらせてもらったりとか、企画ライブさせてもらったりとか、してたんでね、本当にびっくりで、去年の、クリスマスの、クリスマスライブ、あのどんちゃんと一緒に、山本よしのり君と一緒にやった時に、あのスタッフさんとして入ってくださってて、でなんか一緒にあの私たちのダンスに合わせて、後ろで踊ったりとかしてくれてて、なんかあのノリのいいママさんでね、本当になんか儚いなと思って、その時はねすごい元気だったんですよね。そうなので、全然そんな病気のかけらもなくっていう感じだったんですけど、あの、今年の3月に、辞められて和親のライブハウスを卒業することになりましたということで、もう長くね、もう十何年勤務されてて、でもなんか急に辞められたので、なんでかなと思ってたんですが、そう、そしたら多分ね闘病のためにっていう感じだったんでしょうね。まあ本当に闘病して半年で亡くなられたっていうことで、いやーもう本当にね、いやもうちょっと驚きを隠せないんですがね、あの今夜は最後、あの私はもうあの彼女に、お歌を送ろうと思って、ちょっとね祭壇の前で歌わせてもらおうかなと思ってるんですが、多分今日はもうあのミュージシャンというか、あの演者たちが集まる、お別れ会になりそうなんで、なんかこう歌って演奏して、なんかこう楽しく送ってほしいとのことでね、あの主催者さんもおっしゃられてたんで、夜はお空にいる、彼女にね、歌を送りたいと思ってます。では皆さん、今日も良い一日を。